仮面ライダービルドブルーレイコレクション1、勝利の法則は決まった。ガンダマン、みんなこんにちは。見てこれ何かわかる？そう、ビルドさんのブルーレイがついに発売になったよ。なんかね、とっても豪華な感じなので、ちょっと紹介しちゃおうかななんて思いまして、早速開けてみよう。うわ、かっこいいボックス。すごいね、これ。やっぱいろんな方向から見てみなきゃね。ということで、いろんな方向から見てみよう。はい、こんな感じの箱です。この箱、よーく見ると一部ピカピカチュルチュルの加工になっていて、キラーンと輝いております。そしてこの箱をくるーっと回すと、実はこう全部つながっているんですね。つながった感じになっております。マシンビルダーに腰掛けてるビルドさんもかっこいい。鼻血でしょ。このボックスについていた帯の部分なんですけれども、初回特典として全巻収納ボックス、これですね、全巻収納できるボックス、それからライナーノート8ページ、こんな感じです。そして映像特典です。このために僕は買いました。オリジナルドラマ、ローグ。気になる気になる。全部の缶についてるんだ。これ全3話だって。そうなんだ。んで今回は序章、ナイトローグライデス。読めない。どうしよう。ごめんなさい。読めない。ナイトローグ。なんとね、そんな感じです。結構な値段だよね。本当に迷ったんだけどさ、玄徳くんのことを嫌いじゃないから、あははは。で、今回のブルーレイコレクション1、こちらにはディスクが2枚ついてるんだって。全部で12話、そして映像特典だね。それじゃあこのディスク出して中見てみよう。まずこちらは2巻が6月13日発売予定、3巻が9月12日発売予定、4巻が12月5日発売予定。まあ3巻が発売される頃にはビルドさんもう終わってるんだけどね。買うしかないよね、これね。ボックス買っちゃったもんね。頑張ってお金貯めよう。それではブルーレイを出してみましょう。よいしょ。表紙がかっこいい。とってもかっこいいね。うわ、すごい。これマシンビルダーに乗ってて、ドリルクラッシャーを持ってて、そしてバンジョーさんがいて、ローグがいて、あ、スタークさん、いたいた、スタークさんがいる。へえ、こんな感じか。裏を見てみよう。はい、裏側です。ベストマッチ勝利の法則は決まった。なるほどね、懐かしいですね、最初の頃ね。マスターもいる、沢さんもいるね。そしてそしてこれですよ、これ。あー、早く見たい。ではこれ開けてみよう。パカー、ディスク1とディスク2になっています。ビルドとクローズです。そしてそしてこれがライナーノートってやつなのかな。ちらっとお見せいたしましょう。ちら、あ、なんかいろいろ書いてる。いろんなエピソードのこと書いてるんだね。次のページもそうですね。これいろんなお話の解説ですかね。こんなお話だったなーっていうことが書いてある感じですね。そしてちょっと注目していただきたいのは、このね、横に少し書いてあります。仮面ライダーって悪いやつじゃないの？とか、あなたなら匠の考えを分かってくれそうな気がするからって、カチダギのお母さんのところに行った時のお話だね。そう、この時にね、セント君がカチダギのお母さんの作った卵焼き、カチダギの好きだった卵焼きを食べて涙を流したんですよ。この時点で僕気づくべきだったなーって。まあ別に気づかなくてもいいんだけどさ、ねえ、カチダギだったんだもんね。はい、次のページ行こうか。バンジョーさんとかね、苦しかったね。そしてこれ宇都宮さんがさ、死んだと思ったら死んでなかったっていうやつね。今考えるとナンバーチルドレンだったんだもんね。びっくりだよ、この時何にも想像できなかったよ。あ、じゃあ次のページ、よいしょ、と思ったら終わりかよ。
か。最後のページはオリジナルドラマローグ、楽しみだな。気になるよね、みんなね。もうちょっと安くしてくれたらいいんだけどね。どうしても気になるって人はぜひ買ってください。買おうか迷ってたら早めに買った方がいいと思うよ。初回特典あるうちにね、買うのをおすすめします。以上、仮面ライダービルドブルーレイコレクション1紹介いたしました。特におもちゃがついてくるとかそういうものはないんだけれども、初回特典として全巻収納ボックス、ライナーノートついておりましたので、そちらを紹介させていただきました。これから発売されるブルーレイにオリジナルドラマローグが1話ずつ収録されます。1巻、2巻、3巻にそれぞれ収録されて全3話です。4巻はメイキングになると書いてありました。僕もこれ早く見なきゃ。それじゃあ最後まで見てくれてどうもありがとう。また見てね、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てねー。